おはようございます、モコと申します。朝一でですね、こういう企画をやっていこうと思います。焼きそば、ペヤング激辛のマックスエンドと、そして同じマックスシリーズペヤング焼きそば、からしマックス、これら2つを一気に湯がいて、混合させて、はい、食おうと思います。要は混ぜるとですね、このだもうマックスの王、マックスの王のこの2種類のコラボレーションを実現させようかなと思います。はい、果たして僕は完食できるんでしょうか。お楽しみください。はい、でちょっとお湯を入れるとこからちょっと移していこうと思うんですけども、こっちがマックスエンドで、こっちが激辛マックスですね。あの、違う、ごめんなさい、こっちが辛子マックスね、こっちがマックス激辛エンド。はい、で乾燥麺の使用は、でもカメラ越しじゃそんなに見た目わかんないと思います。うん、てかそんな変わってない。はい、じゃあちょっと火薬だけ先にこれ入れちゃって、はい、まあほぼ同時に湯がくんで、なるべく入れる、お湯入れるタイミングを同じにしたいなと思います。先にじゃあからしの方、入れて、めっちゃ曇るやん。カメラめっちゃ曇ってんけど。はい。あ、カメラ曇りすぎ。これやばい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 。やばい。はい。ちょっと待ってください。カメラ拭きます。OK。じゃあ、この状態で、まあ3分でいいっすね。てか3分ってか2分半でいい。片面が好きなんで僕。2分半待って、で最後、どっちかのカップに、これ、ガッて一緒にもう、まとめちゃって、それで一気に食おうと思います。はい、ということで、お湯切ってきました。うわ、やば。思ってんけど、これもう別にさ、丼にさ、これ全部まとめて入れちゃってさ、で、ソースもう、ガッて、さ、袋ともかけちゃえばいいんじゃない？ねえ。わざわざなんか一個一個湯だいっつったら、あれなんで、これちょっと、麺を先に、あの、丼にこう全部入れて、はい、こんな感じで、もう一個の方も、だから見た目的なボリュームはもう単純にそのもうカップ焼きそば2杯分になるっていう、そういう感じになりますね。はい、で、これもこれ入れちゃいます。これどっちがどっちかもわからん。よいしょ。はい、このボリュームです。これ、あの、これに対して、いや、ちょっと、じゃ、まず、俺、なんでこのペヤング、3回も食わなあかんって感じやな。よいしょ。あれ？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、これ。あれ？出てきた。これですね。じゃ、まずこの激辛ソース。はい、激辛の方、これかけます。はい、ね、はい、かけて、で、もう一個のこっちはからしですね。からしマックス、あの、ソースとしてはからしマックスの方がシャバシャバしてるかな。うん、で、激辛はちょっとドロっていう濃厚さはある。はい、じゃあこれをしっかりと混ぜ合わせて、最終的には全て食べていこうと思います。はい、2つ合わせて、まあ、1100カロリーぐらいですね。はい。やばっ、えぐいな、これえぐい。よいしょ、よいしょ。じゃあこれで食べていきます。マックスエンドとからしエンドのからすマックスのコラボレーションなんで、多分な、からしの方が今鼻に包んでくんねん。激辛マックスの時はスッ激辛マックス単体だとそんな鼻に包んでくる感じない、単純に辛いんですけど、多分からしがすごいこのなんかこの軌道を抑え、なんか圧迫するようなそういう刺激を与えてくるんで、むせちゃうんですよね、これ。うん、あ、でも味はやっぱ美味しいわ。
やばっ。あ、これ気管支炎になってまうわ。うわからしのあのツーンっていう感じがやはりトレストリーに対してからしょ食道というかこの気道が拒否反応を起こすので、こういうちょっとゆっくり食えば食べるなんで、ゆっくり食います。あとこれあんまりね、すらない方がいいわ、ずーってあのそのからしのね、辛い空気を吸っちゃうんで期待でこのまま食べます。すいませんね、これ別に食べたくないわけじゃなくて、美味しいし食べたいねんけど、でもそのからしのツーンっていうくる感じが、行く手を阻むというか、これ多分ね、このベロに来る刺激って意味ではあの混ぜてる分、あの今までのマックスエンドとはちょっと若干軽減されてるんですよ。からしの方がきついこれ。うん、なのであのずーって掃除機のようにしてスーっていうかは、舌で麺を転がして口の中に運んでいくと、そういう攻略法にやってくるんじゃないかなっていうふうに思ってますこれは、うん、こういう感じ。ちょっと汚いですけど味は美味しいんだよな、マジで。うん、ちょっとマシになってきましたね。はあと少しです。うわー、いや、むせる。からしの鼻にかかる、あの鼻にくる感じがつらい。そこさえかわせれば、
はい、完食しました。ごちそうさまです。はい、総評といたしまして、からしマックスの方がちょっと辛かったです。ただ、そのからしマックスの方、舌に来る刺激はそんなないので、唐辛子が入ってるわけじゃないんで、そういう意味ではマックスエンドの唐辛子が調和されて、あの、どっちかというと辛さ的には食べやすくなってた。ただやっぱ鼻に来る感じがどうしても、あの、直撃しちゃうと胃むせちゃうので、そこだけ注意してください皆さん。はい、という今回のモコの検証は以上となります。ご視聴ありがとうございました。